先生、ちょっとお時間もらえますね。どっちを選ぶのが正解かな。あ、先生、今謎解きゲームをやっていたんです。いろんな場所を操作しながら事件解決を目指すゲームなんですが、結構難しくて、真犯人を推理する場面で詰まってしまったんですよね。私としてはアリバイのない猫助か、口の周りが汚れていた犬吉がケーキを食べた犯人だと思うのですが、先生もよろしければ一緒に考えていただけませんか？ブルーアーカイブ